基本的にブレーキがぶっ壊れている系の人なので。だから気づいた時には手遅れなのである。 39.8 度だ。旦那様、今すぐ病院行くわよ。えー、治るまでこの可愛い新妻ちゃんがしっかり看病してあげる。拭いてあげるから脱いで。え、いやいやいや、自分で拭けるよ。どう、ちゃんと拭けてる？まあ確かに。でしょ？じゃないけど。つかさちゃん。あのちょっと、ストップ！はい、で私のことを思うならさっさと寝てくれる。すみません、本当にすみません。浴衣か。サイズはぴったりなんだとさ。要によると、アサちゃんが着替えてるとこ見ちゃダメ。あ、どうだけよ。じゃあお言葉に甘えて。もうこんなことばっかしてないで。たこ焼き、あれ一つ買って二人で食べましょう。こないだタコパしたばっかりなのに。私はね、旦那様、揚げてないたこ焼きが好きなのよ。たこ焼きって、なんでこんなに悪いのかよ。そこが美味しいところでもあるんだよ。金魚すくい超得意なのよね。え、そうなの？そうです。この司ちゃんにかかればそのポイ一つで100匹くらいすくっちゃうけど。え、夫婦円満と世界平和と、この宇宙の安定と願いって、ナサ君の健康を、そしてポイが破けないようお願いします。ありがとう、つかさちゃん。うわーい、先輩。実は消した方がいいんじゃないか。消さないよ。え、だって全部とにかく可愛いから。お一緒にまた夜空を見上げる。何度で僕らは夫婦だから。ただいま。